マーグリボーはアメリカ合衆国のギタリスト、作曲家。主に実験音楽、フリージャズの分野で活動し、また、トム・ウェイツ、シオン、エルビス・コステロ等のシンガーソングライターとも共演している。ニュージャージー州ニューアーク出身。1978年にニューヨークに移り、ジャック・マクダフやウィルソン・ピケットのバックバンドを経て、1984年、 ラウンジリザーズにアートリンズへの公認として加入。個人では、ジョンゾーンのメジャーデビュー作、復讐のガンマン演ンニを盛り込んで作品集の制作にも協力した。その後、ラウンジリザーズのメンバーとジャズパッセンジャーズを結成。セッションプレイヤーとして、ジョン・ルーリーと共に、トム・ウェイツ、レインドックに参加、その後もウェイツのアルバム制作や、ツアーメンバーに加わり、 日本でリボーのプレイは高い評価を得る。日本のシンガーソングライター、シオンのアルバム、春夏秋冬にも参加し、以後、シオンと親交を深めていった。リボーの表現力は多くのシンガーに共感を得る存在となり、ビート肉、アレン・ギンズバーグとポール・マッカートニーが連名で発表したシングル、バラード・オブ・ザ・スケルトンズに参加している。 また音楽プロデューサーのティーボーン・バーネットが手掛ける作品に関与することとなり、エルビス・コステロのアルバム、スパイクへの参加以降、たびたび共演するようになった。2007年には、彼のプロデュースした、アリソン・クラウスとロバート・プラントのアルバム、レイジング・サンドに参加し、アルバム発表後のツアーにも同行、レッド・ツェッペリンの曲などを演奏した。矢野明子との2008年のアルバム、 アキコの制作にも大きく寄与して、そのアイデアを活かして、レッド・チェッペリンの曲を取り上げている。1990年、初のリーダーアルバム、ルトラス・コスマ・パラティンズをアンティル・レコーズから発表、自作曲に加え、ジミ・ヘンドリックス、ビートルズ、デューク、エリントンの曲を独自の解釈で演奏している。またノイズ、フリージャズをミックスしたグループ、シュレックやキューバのギタリスト、 アルセニオ・ロドリゲスの楽曲を演奏したマーク・リボーとニセキューバ楽団名義でライブ活動を行うことで評価される。サルサの伝説、ジョー・バターンと共演するほか、このバンドで日本にも2001年に来日している。単独のギター演奏によるパフォーマンスやアルバムをリリースしていて、ビートルズやアルバート・アイラーの曲がたびたび取り上げられている。 また2005年にはインディペンデントのレーベルパイレコーディングスからアルバート・アイラーのトリビュートアルバムスピリチュアル・ユニティをヘンリー・グライムスとのカルテットで発表アイラーの微妙なビブラートをギターで表現しているリーダー名義ではないがジャズ・パッセンジャーズのビブラフォン奏者であるビル・ウェアとのデュオ作サー・デュークでデューク・エリントンの楽曲を構築している2007年には トリオ編成のセラミックドッグを結成、2008年にファーストアルバム、パーティー・インテレクチャルズ発表。ジョンゾーンの主催するレーベル、ザ・ディクから様々なカテゴリーのアルバムを制作している。来歴で触れたアーティストは除く。生、またはバンド名の五十音順。多多数公式サイトのバイオグラフィー及びマークリーボー、クレジッツを参考に選定。 オーストリアで演奏するマークリボーリーダーアルバム。ありがとうございます。